汝の願いを心の中で繰り返すんじゃぞ。意識を強く保ってこそ、わらわは汝を最も適した位置へと送れるんだ。あなたたち、一体どうやって再びここへ？それにどうして姿が昔と同じままなのですか？この戦い、実に懐かしい。今のあなたの意志は、まるで永遠に関する規則を定めた時と同じように固いのですね。無数の戦いの中、あなたは一度も負けることなく、一辺の迷いもありませんでした。たとえ私が永遠における全ての敵を目の前に示しても、あなたは動じなかったでしょう。それほどまでに規則に従おうとする意志、称賛に値します。あなたこそまさに永遠の守護者の名にふさわしいもの。彼らがこの空間に戻ってきた時、まるで運命に導かれた必然のように感じました。では、この決戦をもって、私たちの500年以上にわたる宿命に終止符を打ちましょう。決戦？まさか。旅人さん、下がっていてください。私にとっては、次の始まりとなります。雌雄を決するに必要な時は、王国の繁栄と滅亡を見届けられるほどのもの。雌雄を決するに使わんとする力は、大海を覆し、天を滅ぼすほどのもの。